まあ、試合を通じて若手を引っ張っていくような。そうですね、もうだからもうこの年になってくると勝ち負けというより、まあ、もちろん勝つことが目標なんですけど、中身のある試合というか見てて面白い試合プラスやっぱりアマダって強いなってみんなに思われる試合がしたいんで、そこを若い人たちと切磋琢磨しながらもう先を日本対世界のために準備していきたいなと思ってます、はい。試合もう近くなりましたが、はい、ポジションは、ポジションはもう絶好調です、はい、もう次の試合のために、まあ、この試合のためにかなり練習はしてるんで体調はバッチリです。ライズ初参戦となりますが、ルールとかも含めて印象というのは。そうですね、もう元々 K1 でしたので K1 に近いルールということで、もう自分には相当合ってみないかなと思ってます、はい。前から出たいなと思ってたのでやっと出れて嬉しいです。それで今回が何戦目に、今年何戦目になりますか。今年これで4戦目なので、はい、ペースとしては普通の選手よりは、はい、もうまだ7月で4戦ということは結構早いと思うんですけど。そうですね、はい、でも、まあ、今絶好調だしそんなに怪我もしなくなったんで、まあ、僕的には普通なんですけど、はい、これで食べていける選手にまだいたいんで、はい、ベテランになってもこれだけ続けられるモチベーションとかっていうのは。まだ強くなりたいんですよね、まだ先があると思うんですよ、もうちょっと極めたら諦めがつくのかもしれないですけど、まだまだ自分は成長期だと思ってるので、これからもまだまだ強くなっていくと思ってます、はい、だまだまだやることがたくさんあります、はい。失礼ですけど、ご年齢は今38ですね、はい、格闘技始めて22年ですか、22、3年ですね、もう何年かよく分かんないですけど、はい、すごいですね。それはもうボクシングを含めボクシング、はい、ボクシング高校2年生から始めたんで、もうそれから多分そのぐらい経ってると思うんですけど、18、もう22年ですね、はい。ああでも、はい、まあいろいろ今になって分かることがあって、毎試合毎試合新しい発見があって、それを次こういう時が来たらこうにしたいなっていう場面が試合であると、その時倒せたりとか、その時前だったら KO されたのが KO されなくなったりとか、それがまた人前でできると楽しいですね。誰も見てないところでできても楽しくないですけど、みんなの見てる前でできるとやっぱり楽しいんで、はい。それで今回、対戦相手が、高萩チームドラゴンの高萩選手ということなんですけど、はい、試合はご覧になったことは。そうですね、はい、前回の試合見させてもらってもうパンチでダウン取ってたんで、やっぱりちょっと油断できないというより、いろいろまた新しい技術をその試合に向けて やっていかないと勝てないかなと思っているので、また新しい練習も取り入れてたくさん練習しています、はい。高木選手に先日お話を聞いたらですね、高木選手が K1 がデビューだったんですよ、はい。でその時にデビュー戦の時に出てたのが天田選手が K-1 ジャパンで優勝している時だと。ああ、そうなんですね。あ、なので2004年ですね、じゃあ、はい、そうですかね、はい。その時に出てても日本人最高潮っていう形の選手だったので、はい、もう戦えるのがすごく嬉しいと。あ、本当ですか。そう言っていただけると、はい、嬉しいです。僕の方も、はい、ライズヘビー級は結構今回の大会も、まあ、タイトルマッチを含めて3試合あるんですけど、はい、まあ、今ヘビー級はちょっと盛り上がり、また盛り上がりつつあるんですが、その辺に入っていくっていうのはいかがですか。まあ、その辺に入っていくというより僕が、まあ、一番あれなので年上なんで、僕が引っ張っていくぐらいの、もう日本チャンピオンを今目指しているというより、日本が世界と戦えるぐらいのヘビー級の層の厚さというのを作っていきたいというか、もっともっと
試合いろんな人と試合して日本人のいろんな選手にいろんな技術を教えていきたいな、教えやることによって分かることが、練習でやることより試合やって覚えることの方が多いと思うので、いろんな選手とたくさん戦って、僕の技術も真似してもらって、まあ、そちらのいいところもまた僕は吸収していって、日本のレベルを全部ヘビー級の日本のレベルを上げていかないなと、上げていかないといけないと思ってるんで、そこをどうにかしたいですね。未だに僕は日本で一番強いと思ってるので、はい。じゃあ今回もまあ浜田選手が日本でまだ一番強いっていうのを証明するためのまずライズでの第一歩というか。そうですね、はい。僕はまだまだやっぱり浜田博美ってのは強いんだなっていうところをまだまだ見せていきたいんで、あと5年は元気やりたいと思ってるんで、頑張っていたいと思ってます、はい。今回タイトルマッチをやるあの上原選手、はい、試合やられて勝ってますよ。そうですね、はい。あの彼が今もしここでチャンピオンになるようだったら、ここちょっとそのライズのベルトにも。そうですね、はい。いろいろ挑戦していきたいし、チャレンジャーっていうのが好きなんで、挑戦者っていうの言葉が好きなんで、もし挑戦できるようだったらまた挑戦したいと思ってます、はい。そうですね、もう1ラウンドから倒しに行くんで、7ラウンドかは分からないですけど、派手な KO 勝ちをしたいと思ってます、はい。強い浜田博美を見せるんで応援よろしくお願いします。